お疲れ様です。お疲れ様です。いやいや、今回はどうでしょう、今仕上がりとかは。まあ言うて一番強いと思います、俺史上は。おお、なるほど。ちなみにそのケンっていうキャラはどうですか、ダルシムから見て。まあきついんすけど、まあ5の頃と変わらないかなって、爆弾処理かなって思ってます。なるほど、はい。じゃあ続いて歌広さんいますか。あ、お疲れ様です。歌広場です。お疲れ様です。今日はありがとうございます。あ、こちらこそこのような機会を本当にありがとうございます。いや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 、どうですか、ちょっと今の仕上がりなんかは。あ、ですね、僕結構いろんなダルシム使いの方と戦いたいなと思ったんですけれども、はい、ダルシムって探すのがすごく難しくって。あ、まあそうですよね、うん。で、アリケンさんがですね、ストローク王国っていうすごく、うん、加入者の多い、ストロークプレイヤーのサーバー作ってて、うん、でそこでダルシム募集したら誰も来なかったっていうことがあるんですよ。なるほど、ね、いないんですかね、アリケンのサーバーにダルシム使い。ダルシム使い自体はめっちゃいるんですけど、多分なるほど、国王の敵には味方できないと思ったんでしょうね、多分。はい、そうなんですよ。っていうことがあったんですけれども、でダルシム使いの方、なんとスパーとかさせてもらって、はい、これ、剣有利だと思ってたんですけど、ちゃんときつかったですよ、苦しいです。あ、結構、まあ、剣側もやっぱり難しいところもあると。はい、あるので、アリケンさんは剣、クソキャラだって。ダルシム弱えと思ってるけど、僕はうわ、ダルシム超強い、剣ちょっと終わってると思ってるんで、誰も知らない可能性ありますよ。正義の付き合いってことですね、はい、今日はじゃあ。なるほど。そうなんですよ。で、一応ですね、こう心構えというか気持ちとしてはですね、はい。ちょっとやっぱ強気なことも言っておかなきゃいけないと思うんで、これだけ言わせてください。はい。はいはい、僕クイズが趣味なんですけど、はい。皆さんって。数字の0と0の違いってご存知ですか？なんだろう。数字と0と0。0の0と違うんですよ、厳密に。0は全くないってことなんですね。で、0はかすかにあるっていう意味なんですよ。あ、そうなんですか。はい。なので、私が今日アリケンさんに負ける確率は 0% です。本日はどうぞよろしくお願いします。ちょっとあるんだね。ちょっとあるんだ。そっちかよ。じゃあお願いしてよろしいでしょうか。はい。ではお好きなタイミングで始めて。まあまあ様子見からやっていこう。様子見からね。なんだ。心理戦かよ今の。OK。もったいな。OK、 あと9回、あと9回読み合い回していこう。止まんねえ。うん、しょうがない。ちょっと前に出る。どこからハリアラを通すか。ヨガコメットリズムを崩すか。動いた。画面のリズムをつけ止めつつ攻撃する。そうきたか。潰された。ワンチャンある。見ていると。危なっ。マジ？いや振ったって技俺大丈夫、まだ大丈夫、まだ5本ある。昇龍ああそうだろう。まあ使うよね。大丈夫、まだ大丈夫。57までいけば心は楽になる。2本連続で取る。58ならまだ見える。大丈夫。6連勝。ダルシム。なんでこれ勝てへんの。く利用できるか。さあもっとやり合うのだ。さあゴミ焼き血まみれ対応、焦らずどっしり構えている。蹴り下ろす、丁寧に有利を継続している。いやーどうだ、バーンいる、まだ諦めるな、倒しきれ、やるではなく序盤の攻防でどちらが仕掛けるか、気持ちでぶつかっていってほしい。潰されたー。マジかくっそきっついきっついつこんなん見せ強すぎだろ、ちょっと強すぎでしょこれこれ強えわ、これ右ゴリにもうビルドできてるじゃないですかこれやばい、お疲れさんでした。くーつえありがとうございます。ケンさんでちょっと負けてしまいましたがどうでした、今の試合。やばい、何もできない、やばかったね、強すぎ、やばいっすね。結構こうのらりくらり行きたいやん、ダルシムってのらりくらり行きながらこうフェイスにしたいけど、なんか全部の行動にリスク背負わしてくるから、マジでダルシムの試合にさせてもらえなかったって感じでしたね。いやーうまいっすわ、歌に。やっぱり人読みもかなりその研究してたんですか、歌広もう。めちゃくちゃしましたね。で、アリケンさん自身を僕あんまり知らなかったって恥ずかしながらあったんで、ストリーマーとしてのアリケンさんも興味があって、で、あ、すみません、せっかくの機会なんで、ちょっとどうしても聞きたいことあるんですけど、いいですか？はい。アリケンさん、カルパスを1個でも食べると爆発するって聞いたんですよ。いや、それはなんか一人歩きして、勝手にそうなっただけです。俺が、そう、ツッコミから始まったんですよね、それ。そうなんだ。そうそうそう、なんか飯一口で食ったら爆発しませんよからカルパス一口食ったら死ぬ男になったんですよね。あ、そうなんだ。いや、そんなのだからカルパス1個食べて爆発する人なんだけど、唐揚げは食えるのかと思って、すっごい疑問に思ってたんで、あ、よかったです。全然食えます。あ、よかったよかったよかった。そこなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さん。はい、ありがとうございました。はい。いや、ご視聴さん、有健さん、ありがとうございました。これからよかったら、はい、ぜひ仲良くしてやってください。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。山田君、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。失礼します。